寄り添う心を持ち、心に残る仕事をしてほしいという人材を育てるという学校ということで、ニューハートという名前になっております。分野はですね、2年生と3年生がございまして、どちらの学科でも保育士と幼稚園教諭のダブルライセンスが取得することができます。保育の分野でも子どもたちの主体性を大切にして保育をするというふうになっておりますので、学生が自分がやりたいことができるようにサポートをするようにしております。子どもの前でいろんな手遊びをしたり歌を歌ったりするので、賑やかな子が多いかと思います。先生なんですけど、友達みたいに話せる感じです。総合演習っていう授業があって、2、3年生の演習とか見て、ああこういうことあるんだなって学んで、それを実習に活かせるので、すごい勉強になる授業がたくさんあるなって思います。発達と年齢に合った接し方をあまり知らなかったので勉強になりました。自分から動けて笑顔が絶えない子がいいなと思います。医療の分野では会計や経営を支えるお仕事や、病院にいらっしゃった患者様に初期対応をするお仕事をしております。たくさんの資格を取得することができます。先生が一人一人サポートし、取得を目指して勉強することができます。オープンキャンパスに行った時に先生たちが優しくて、そこで決めました。わからないところとかを丁寧に教えてくれて、すごく優しくて入ってよかったなって思いました。みんな女の子だから過ごしやすいです。患者さんと直接接せれる環境にあることがいいなと思いました。コミュニケーションができる人が向いてるなって思います。介護福祉士を取得するための勉強をしております。実習がたくさんありまして、いろいろな現場で働ける人材を育てるための学科がございます。先生方もすごい明るい人で、事務局の方もすごい優しかったりそういう人なので、もうここ選んですごい正解だなって思いました。実践的となるとやっぱもっと知識を深く取り入れないといけないし、こう利用者の命とかにも関わってくるので、こうもっと日々勉強だったりっていうのはつきものだと思ってます。実際に実習に行くと、利用者様それぞれの個別ケアがあって、その人に合った介護をしないといけないので、大変さは実感しました。利用者様とコミュニケーションを取るっていうのが大事だし、その時間もあるので、たくさんの人と自分からお話しできる方がすごく向いてると思いますし、あとその方のケアをやるので、優しい思いやりを持った心を持っている方は向いてると思います。やはり仕事をしていく上で、誰かに必要とされる人になってほしいなと思います。子どもたちにもそうですし、病院にいらっしゃるお客様に対しても、あとは福祉施設を利用されるお年寄りの方にも寄り添える人材、人に頼りにされる人になってほしいと思います。